今回のモテギ流掃除講座は 3M のスイフトスクラブバス用パワフルパッドという商品です。このスポンジがどんなものなのか実際に使ってみようかなというふうに思います。ぬめり汚れが乾いた状態で黄ばんでいるといいますか、黒ずんでいるような汚れと、我が家では石鹸を使って体を洗うので、ここに石鹸カスがとにかくつきやすいんですよね。ここ一面が汚れていますけれども、下の方が結構ひどめですね。ちょっと水で濡らしますね。そして洗っていきますね。このぐらいで一度確認してみましょうか。汚れは落ちていってるみたいですね。水気を拭き取ります。かなり綺麗になっていますよね。今度は少し洗剤を吹きかけて洗っていきますね。磨いていきます。研磨力は失われますけれども、ただ洗剤の汚れを落とす働きが加わりますので、そういった合わせ技でやるとどうなるかというところも見ていきたいと思います。どうでしょうか。綺麗になってますね。洗剤をかけずに磨いても簡単に綺麗になりましたので、今回の汚れではどっちのやり方でも問題なく綺麗にすることができました。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。